9の法則ってご存知です？知らないですかね。の例えば20代だったら、はい、20代の2に9をかけるんですね、はい、そうすると18ですね、はい、18をですね10と8に分けて、はい、まあ、10日に8回射精するのがちょうどいい、はい、まあ、20代だと、まあ、10日に8回ぐらい射精が、はいはいはい、まあ、本当に個人差があるので人それぞれなんですけど、はいはいはい、まあ、それぐらいが適正な、はい、あの射精頻度ですよ、はい、30代だと 3×9 だと、そう20分の7なので、まあ、大体3日に1回ぐらいがちょうどいい。で40代だと36で30分の6なので、まあ、5日に1回ぐらいがちょうどいいって言われてるんですよね。はい、なるほど。